はい、どうも涼介です。今回は青鬼オンラインやっていきたいと思います。青鬼ね、僕怖いんで全然やらないんですが、リクエストがね多かったんで、今回青鬼オンラインやっていきたいと思います。これちょっと怖いよね、やっぱりなんか追いかけられて、もうね音楽も怖いからちょっと怖いんですけどね、ちょっとやってみたいなと思います。さあ、ランダムバッシングの方でやっていこうか。とにかく逃げればいいってことですよね。うん、それは間違いない、青鬼というゲームなんで。で、何かしらのそのアイテムとかを入手して逃げていくと。あ、これがあれか、マッチング中みたいな感じか。了解ウォッチ。お、始まったで。あ、こうやって動かすんか。あ、宝箱行こう。宝箱行きます。あ、なんかこうやって開けるんか。あ、しまった、ちょっと待って待って、宝箱を長押しか。あれ、ちょうどあれやな。あ、こうしたらいいんか。オッケーオッケー。タオルを開けてローラースケートを入手していく。はい。で、これ足が速なったと。というか、別の場所は？別の場所。ここから出られへんの？あ、出れるやん。下行きます。ローラースケートで。おお、おお、はいはいはい。で、宝箱を開けます。ローラースケーティングを入手。これで足が速なるわやな。お、別にこのね、ワードはどうでもいいや。さあ、残り76になってきました。宝箱開けます。開けます。もうごめんなさいね。ちょっと操作がちょっと下手くそですみません。青銭1枚。ちょっといろんなとこ冒険してみようか。せっかくやしな。さあ。こんなとこに見つかったらおしまいやんけ。ちょっとあかん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 。あの、逃げ道ね。封鎖されたらおしまい。うわ助けて、キャー、音楽が変わっていくが。あ、やばい、どこに逃げたらいいの。うわ、操作が、しまった。あ、OKOKOK、なんか危ない危ない、なんか運よくこっちに来たけど、これいいの。あ、やばいやばい、宝箱開けて青銭、OKOK、操作がね、こう難しいんですわ。うわ、こんな一直線、うわ、ボタンあるやん、これ作業中、開いた、よし行きましょう。これどういうこと。ここ開かん、開けまんやん、ここ。ここ開かんで。ここ、多分、来られたら終わりやろ。脱出しようか。思い切って。思い切って、でも、うわ、これ来るわ。やばい。うわー、なんで降ってくるの、上から。上から降ってきた。助けて。え、これ俺、狙わんとってな。狙わんとってな。俺、捕まんのだけ怖いねんよ。はいはいはい、この黄色い人生贄に捧げるわ。うわ、どうしたらいい。よしよし、諦めてった。オッケーオッケーオッケー。うわ、バレてない、バレた。いや、バレないバレないバレない、バレてないよ。いや、やめて。え、見つかったわ、やばい。これ音楽がさ、うわー、見つかった、もうダメだ。対戦ありがとうございました。あれ、何やつ、大丈夫か、あいつ捕まる気ないな、あいつ捕まる気ないぞ。あれ、生存4人って書いてあるけどな、捕まる気ない。あれ、残り3や、うわ、音楽がさ、こうパコーンって変わるから怖いよね。さあ、ちょっとここで待ちます。あれ、でもこれ結局あれやんな、逃げ切ったらいいから、別にここでガン待ちっていうのも一つの作戦のうちやんな。あれ、来ませんね。ちょっと見てみましょうか。うわっ、ちょっとこっちにいたら、ちょっと右にいたら、なんか反応あんねんけど。どうなんの。うわっ、毒ゾーン来んのか。残り2人、あと1対1ってこと。でもこの毒が、あ、鬼どこにおんのやろ。あ、そこにおんねや。あ、あ、1位、あ、青逃げ生存成功、最後の1人だと認められたの。レベルアップ。え、でもさ、これ
青鬼がたまたまさ捕まえる気なかったよな、明らかに。明らかに八百長やんこれ。捕まえる気なかったぞ。絶対俺に勝たせに来たやろこれ。初めてのプレイヤーやから。そういうことっすよね多分。分からんけど、たまたま運よく勝てたかもしれん。お、始まるぞ。さあ、あ、始まったな。宝箱から行きましょう。青銭。うわ、まあ2回目やから操作はまだマシなはず。どこでこう、ここら辺でやろうかな。うわ、反応あり。さあ、左上に反応あるんで、右下に今素直にね、ここは素直に動いていきましょう。これなんか足跡とか関係あんのかな。なんかここ行ったら降りやすいとかありますんですかね。なんか青い足跡たまにあるけど。ガスマスクを入手。これであの毒ゾーン行けるわけやな。あの霧のところを回避できるというわけか。さあ、どこどこどこって感じですが、ほらこの青い足跡とか気になるけど、あ、なんもないんや。ここは道があるよっていうことだけか。この中もなんかは一応あるんやな。でも暗くなってるから怖いよな正直。さあ、残り67人です。さあ、どこどこ歩いていきましょうか。うおっと、鼻あり。鼻ありだが、お、左上か。うわー、撃ってきた撃ってきた。うわー、逃げろ。振ってきた上から。そんなんドッキリやん。青銭入手。あ、霧が来たな。あれか、エリアが狭まるからちょっと真ん中に行かなあかん。うわ、被害者独自してる。うわ、左下に持ったぞ。うわ、右上に、左上に持ったぞ。被害者続出してるわ。うん、さあ、私はちょっと上に行きますよ。無理やないかーい。朝目打ち食らってんけど、やられた。はい、それでは3回戦いきたいと思います。さあ、1位いきましょう。1位目指してね。さあ、始まっていくが、まず宝箱から行こうが。ローラースケーティングを入手。そしてさあ、あれか、情報が出てるんですね左のところに。ガス、誰かがガスマスクを入手しただの、うん、足が速くなったとかね。で、死亡の報告も入ってるわけですね。さあ、ちょっとお散歩して。お、草原やな。草むらあります。さあ、おー、ちょっとね、その先にあらかじめあの位置を把握しとかんとね、このコース形態を。あの行き止まりで死んだら終わりなんで。ちょっとこっちの方向、あ、結構広いけど、なんかそのコースの入れ替わりはないねんな。こう、こっちに、こっちの部屋入りますみたいな、そんなんなし。もう広いねんな。とにかく広くてくるくる回せばなんとかなりそう。さあ、こんなんは入れんねんな。一応入ってもいいけど、こんなんしてたらあれやもんな、多分あのつまらんと思うしな。ん、誰か、被害者続出してるな。続出では、あ、続出してんな。左サイドでの被害者おります。さあ、これなんか止まってる人も、お、手応えあり。さあ、手、おっと、お、来た。うわ、来た来た。うわうわうわ、ちょっと、やばい、操作ミスった、やばい。あ、しかもここ入ったらあかんやつちゃうん。あ、誰かを、あ、誰かを生贄に捧げようかと思ったけど、俺が生贄に捧げられた。うわー、これちょっとみっともなかったな。まあ、これちょっと慌ててね、行き止まりに行ってしまいました。はい、それでは4回戦よろしくお願いします。さあ、行きましょう。なんか狭い部屋からのスタート。これは、はい、青銭10枚、なんかお得っすね、なんか。さあ、え、うわ、うわ、これ狭っ。うわ、あ、鬼が出現しましたよね。広いとこ行こうぜ。うわ、うわ、ど、うわー、いきなりか。うぅ、オッケーオッケー。あ、宝箱復活するね。開けます、開けます。さあ、青銭、青銭やないかい。ローラースケーティング欲しいな。さあ、ちょっと怖いな。まあ、音楽で気づけるんで。多分いきなり、うわ、びっくりした。あー、でもなかったか。うわ、被害者毒死してる、やばい。うわ、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 これ絶対来る、来る。だが、お、お、また来るな、これ。結構その音に反応してるんで、俺が。ここはうまいことね、立ち回っていきたいと思います。ガスマスクを入手。さあ、うん？青鬼が出現しましたってこと？ 1 匹増えたってこと？あ、被害者！
大丈夫か。ここは宝箱あげます。ローラースケーティング来いよ。よいしょ。やばい、やっぱゴン取ってくれる。つまずいたから。やばい、つまずいていく。え、ちょ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 、セーフ。あぶね、ローラースケーティングなかったら死んでたな。アイテムの重要性よ、やっぱり。うわ、これ行き止まりや。早めに解放しよう。早めにちょっと上行きますわ、これ。よし、ローラースケーティング狙います。 OK、 でかい。さっき操作ね、ちょっとつまずいたけど、ローラースケーティングのおかげで行けました。さあ、残り25人。さあ、トップ取ります。さあ、残り21。お、いいぞ。さあ、ここで宝箱開けちゃいましょう。さあ、一気に11枚減ったよ。さあ、さらに減って、正直ここで立ち回るの強いと思うわ。さあ、鬼1人増えた。鬼が3人。開けるかよ、これ。本気で開けます。で、これ注意なのが、どっちから音が出るか。左から音が出た場合右に逃げないとダメ、右から音が出た場合左に逃げないとダメという、この音への反応。さあ、どうなるか。うわぁ、うわ、どっち、わからない。これは瞬時の反応で、うどっちかわからなかった。上から左やんな、普通に考えて。上からなったかなと思って。さあ、やっていきましょう。レディーゴー。さあ、さっき惜しかったな。もうちょっとやっていいけどな。ちょっとな、音の反応が悪かったね。さあ、ちょっとサーチしていこう。どういうコース形態になっているのか。宝箱を開けます。青銭を入手、まあ、入手というか獲得なんですけどね。さあ、ここはなんかあれやな、障害物多いからミスったらつまずくが広いな。で、ここ来られたら終わりやからな。宝箱は取っていいと思うけど、基本ここに座るのはな、悪手やと思うんで、ちょっとここは宝箱だけ取って逃げたいなと思います。さあ、青銭だけやな。さあ、左もちょっと探検行こうか。音に気をつけてね。うおっと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 、ちょっと左手応えあったんで、あ、やっぱ手応えがあったらもうその瞬間に引かないとね、終わるんで。さあ、じゃあ右側探検いきます。さあ、上行ってみる。あー、ここはちょっとあかん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 。基本的に行き止まりのとこは座りたくない。うわー、いやそん、いや、おかしいおかしいおかしい、現れる位置がおかしいおかしい。ローラースケーティング獲得。おかしいおかしいおかしい、なんで俺の真上に降ってくんの、それも。あかんやつや。宝箱取ります。ガスマスクを入手、そして青銭5枚。 OKOK、 速さダウンとかなかなか引かへんな。なんかたまにハズレもあるはずやねんけど、ローラースケートとか当たりばっか引いちゃってる俺。 OKOK、 青銭。さあ、こっち行ってみる。え、なんか行き止まりじゃねこれ、大丈夫。あ、なんか一直線。うわ、引き止まりや。え、違う、行き止まりや。早く行かないと。これもう下から来たらもうさよならですわ。あ、下は行けんのか。おっとっとっと、手応え。やべ、上行ったら負ける。これ右に行きましょう。上に行ったらもう罪なので。おっと、わあ、右からも来てたんか。さあ、最後やっていきたいと思います。ラストゲーム、もうこれでダメだったらもうしょうがない。最後1位狙ってね、最後まで生き残りちょっと全力で目指すわ。そのさっきまでやってきたという経験値を生かして、もう全力で集中していきます。さあ、まずは右への探検、そして行き止まりがどこかを把握していきたい。うっ、ここ行き止まりやな。早めに左へ展開します。そしてこの階段の上はなんだ。わあ、2階か。うわあ、これトリッキーなコースになってますね。コース形態がややこい。ここも行き止まりっぽいもんね。おっと、これやばいな。終わったかもしれん。これ変なとこ閉じ込められたら終わりやぞ。とりあえず宝箱行こうか。青銭、ローラースケートさえあればうまく巻いたようだできるけど、下行こうかな。さあ、うーん、ちょっと宝箱行こうか。ここは青銭を、おっと、降ってきたな。これは左へ逃げましょうと思ったけど、この辺も誰か被害者が出てるな。ん?挟み撃ちか。なるほど。こ
これ右からも来られたら終わりやな。やべえやべえ、うわこれきつ、これ行き止まりじゃん、やべ、これはやばい、積んだ積んだ説やばい、宝箱ローラーつけるぞ、これ OKOKOK、 抵抗する術はあるぞ、 OK、 今のうちに脱出しましょう、脱出脱出、オッケーオッケーオッケー、で、ここがここ行き止まり、あ、行き止まりなんや、まあ、宝箱でオッケーオッケー、残り20人、いいよ、青に追加まであと11秒とか書いてるな、お、やばいな、毒ゾーンが増えてきた、これ、積むんか、あ、あかんな、ちょっと待って、行き場失うな、これ、これどうしようかな、こっち行こうか、これコース限定されてるよね、かなり、もうだって逃げ道なくね、逆にどこに行けばいいのっていうレベルですよね。残り6、これもうあと5、あとこの道明寺との対決や、これうわーやばいやばいやばい、道明寺との対決がここで、うわ来た、やばい、あ、これね、もうダメです、俺の方向取って、うわうわもう、うわうわやめて、え、あ、これ、あ、罪これ、あ、でも残り10秒まで隠れといたらいいんや、もうこれはもうこれはもう隠れます、はい、4位狙いで、あー死亡いやーこれはきついな、まあまあでもなかなかの粘り込みだったんじゃないでしょうか、面白かったね、青鬼オンライン面白かった、ご視聴ありがとうございました。